あんなの、どうやって対処すれば。みんなは、ご主人、せっかちゃん、ソフィア。早く、行かないと。退屈だね。パトカメがどれでに行って、メリアが会場の捜査を始めて大体30分くらいかな。この部屋の空気はすごく暗い。ハクちゃんはメリアに怒られてからずっとあの調子。いつもハクちゃんが落ち込む時は隅っこだから見慣れてはいるけど、気分のいいものじゃないよね。ミエルちゃんはずっとパトのオーラを直してる。それが終わったらすぐにエミエルやバカちゃんの傷を直さないといけないのに、一番大変だろうな。あれ、寝てない？気のせいだよね。私はメリアからここにいろって言われたし、何かあった時、ミエルちゃんはともかく、3人を守らないとだし。暇だな、喋れる空気でもふざける空気でもないのが辛い。知らない。やっぱりあの子の頭の上じゃないと落ち着かない。あ、スケラッチはざわざ来たんだ。エテルとミミッチは二人でどこか探検してるんじゃないかな。エテルッチは強いし別に好きにさせてても問題なさそうだしね。また何か起きたの。物騒だね、現実世界。そうそう、外は物騒だからスケラッチも気をつけてね。オケマル、掴むぜ、エテルの頭の上のポジション。楽しそうでいいな。私もそっちに混ざりたいよ。とほほ。うちが水色もやしを倒したるんや。いつでもかかってこいや。来たらどうやって戦うの？命乞い。それはもう負けとるやんけ。こう、肩から腰に向けてズバーっていくんや。ふん、まあいいや、頑張ってね。エテルにはでかい顔させへんからな。私、結構小顔だと思うんだけどね。小柄だし。誰かこっちに来てる。どこからでもかかってこいや。ふん、その武器やめたら。でも撮影っぽいものはない。それにしても私のところにまっすぐ来るね。見つかった。せっかくうまく逃げたのに。いやぁ、やっぱりこのポジションが落ち着くねー。はぁ、あ、頭が重たい。なんやスケア様かいな。せっかくうちの武器の詐欺にできると思ったんに。持ち上げれない武器はただの鉛だよー。そもそも本気で戦うのになんで変身しないの。全然時間があるんや。ほいほい新規爆買いしたら肝心な時に戦えんなるやろ。戦闘特化の鬼族なのに満足に戦えないなんて、大変だね。実際は、やるときはやるにゃ。それより強いやつや、鬼の本能をくすぐるでー。ここにおるのは分かっとんや。気配も匂いもなーし。私のサーモグラフィー機能を使っても何もないよ。ここに来てめっちゃ機械族っぽいやん。でもなんか通路と違って電波が乱れてる。冬の部屋や、片っ端から開けたら出てくるやろ。そもそもなんで会場内にいる前提なのかな。普通に逃げてるだろうに。この機械から見られてる気がするにゃ。鬼の勘がそう言うとる。ミミちゃんが映ってるー。まさか獣族と鬼族ってテレビを知らないの。野生に身を置きすぎじゃない？しかもなんかふわふわした布。これもなんか怪しいで。私は芝生の上で日向ぼっこがいいなー。いや、ベッドはさすがにあるでしょ。獣族でもさすがに、耳は鬼族だから地面に雑魚寝してても違和感ないけど。バカにすんなや、ちゃんと藁は引いてたわ。それが階級と国柄の格差。絶対な機械が並んだ部屋やな。これは怪しいで。トレーニングルームって書いてあったじゃん。読まずに入ったの。うちが字読めるわけないやろ。鬼族ってどうやって生きてるの？逆に気になるんだけど。あ、トレーニングルームって読むんだねー。見たことあるなーとは思ったんだー。君はともかくスケア様はプリスエデンの最高責任者でしょ。それでいいの？成り立つの？国として？ここもなんか電波乱れてるし、早く行こう。人いないよこんなところ。鬼の勘が怪しい言うとんやけどな。多分それ好奇心じゃない？不思議なものがいっぱいあったわ。気が抜けへんで。全部耳の好奇心でしょ。しかも途中から敵探すの忘れてるし。外も暗くなってるし部屋に戻ろうよ。しゃあないな。今日のところは仕切り直しや。ふう、終わった。それにしても各部屋全部電波の流れがすごく悪かった。廊下に出ると普通になるのに。やっぱりここもだ。各部屋に本当にかすかにだけどある。すごいな。俺全然わからないぞ。部屋全体のオーラの流れを感じながら自分の体全体の感覚をオーラで研ぎ澄ませてみなよ。わかるから。それはかなり高等なオーラテクだね。まだ私やカナネ君だと無理かも。私、ソフィアちゃんに頼んでみる。今の私だと認知しかできないけどソフィアちゃんなら、オーバーライド、でどうにかできるかもしれないし。そっか、なら行こう。早く対処するに越したことないよ。ソフィアちゃん、ちょっと来てほしいんだけど。やだー、メリアからここから動くなって言われてます。ソフィアちゃんにしか頼めないの、お願い。知らない、わからない、他の人にでも頼めばー。遊びじゃないんだよ、ソフィアちゃん。こんな時までふざけないで。ふざけてないよ。石化もカリカリしないでよ。もう知らない、ソフィアちゃんのバカ。バーカ。どうだった？話にならないわ。それにメリアちゃんに何度も電話してるけど取ってくれない。なんなのよ。い
嫌な予感がするな。一度この会場から出ないか。出てどうすんのよ。現実逃避で時間を潰すわけにはいかないわよ。時間で解決しないものに時間をかけるなんて無駄よ。そうでもないよ。結局このまま私たちは見つけて何もできないんだから、変化を与えるのも大事。意味のない行動からヒントが見つかるかもしれないよ。じゃあ二人はそうしたらいいじゃない。私まで強要しないで。そもそも二人はついてきてるだけって言ったでしょ。邪魔しないでよ。おい、一人になるな。なんだよ、何が気に食わなかったんだよ。多分、自分が今能力が使えない、その無力さみだよ。多分せっかちゃんは私の言葉が刺さったんだと思う。本来能力を何でも打ち消すせっかちゃんだからね。普通ならこのまま消して終わり、なのに他人に頼るしかない。それで頼れない？そうなったらさすがにせっかちゃんのプライドが許さないと思うよ。私もあえて言ったんだけどね。これくらいいつもなら朝飯前なのに、なんでこんなタイミングで事件が起きんのよ。まだ悪すぎる。せっかさん、そんなところで何をしているの？ヘルナさん、あなたはこの会場を避難施設として使うから、その準備と巡回、もう暗くなってるのだから部屋に戻って。ヘルナさんならどうにかできるかも。ヘルナさん、部屋にある能力の塊を見つけたの。絶対に何かの罠なんだけど見てもらえないかな。わかった。少しの変化も見逃せば取り返しがつかなくなる可能性があるからね。見てみるわ。どうですか？これ、誰も素手で触ってないわよね。いえ、私が触りました。あとは大岡とカナメくん。今何されたかわかる？なんで？なんで不用意に触るの？罠かもしれないってわかっていながら。触ってから今に至るまで変なこと起きなかった。不自然なこと、もしそうならあなた、能力の影響を受けてるわよ。そんな。ちなみにこれは私でも無理。小さいけど情報量が多すぎる。触れば気が触れるでしょうね。こんな情報が一気に体内に入ったら。動かないで、影響しているものを抜くから、これで正常に判断できるはずよ。そうですか。まだ痛い。結構強く叩いたからね。反省しなさい、不用心な。この人、おとなしそうに見えて結構勢いあるわね。余裕支配でそう見せてるだけだからかな。影響はなくなったのだから再度確認しておきなさいよ。今まで見えていたものとは違うかもしれないわよ。あ、はい。嘘。メリアちゃんにかけてたと思ってたのに。実家に電話かけてた。メリアちゃんなら対処法がわかるかもしれない。今度こそメリアちゃんに。そういえばここに配属されてからラディウスを見かけてないのよね。相当落ち込んでたからあえて声かけなかったけど。こうもいつまでもサボられたら私の仕事が増えるし、見かけたらきつく言っておかないと。ねえ。何？あれ？ラディウス。副隊長。何？あの後ろの大きな目、それにロープ、どこまで続いてる？誰が？全く戦闘の気配なんてなかったのに。急いで避難を。せっかさん、今すぐにです。嘘？待ってろよ、俺が飲むだけで体中にタンパク質が迅速で巡り禁断の配合を生み出してやりまっする。アニジェ、俺は諦めないぜ。マッスルはラブ&ピース、マッスルは人類に進化をもたらし、心をマッスルにしてくれる。ちょっとお詫びに。まろやかバナナちゃん、もう、官能的なまろやかさで俺の筋肉を満たしてくれる、好き。お口に拝借。さあ、酸っぱい青春マッスルを彷彿をさせるレモンちゃん。あの時の青春をやり直したいと思える味、好き。まずい。全部のいじまった。アニジェ、マッスルに抗いに来たら、ね、ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。
次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみに。